ドミティアヌス・ドミティアヌス帝時代のダキア戦争は、86年から88年にかけて、も、エシア属州に侵攻した、ダキア王国とローマ帝国の間で起きた戦争である。ローマ帝国はニコ軍団を失う敗北を起死した。ドミティアヌスは、帝国内の問題によりダキア人を抑え切ることが、できず、不利な和平を結ばされた。しかし彼の対ダキア戦略を引き継いだ。 トライアノステガ後に、ダキアに侵攻し、これを征服することになる。85年末から86年初頭にかけて、ダキア王、ドゥラスが、ドナウ川下流のローマ帝国の属州も、エシア属州に侵攻した。実際に遠征軍を率いたのはディウルパネウスで、次のダキア王、デケバルスと同一視されることもあるが、定かではない。不意をつかれたも、エシア総督。 オッピウス・サビヌスと一行軍団は殲滅された。これを受けて、皇帝ドミティアヌスは、新衛隊長官コルネリウス・フスクスと共に自らも、エシアに赴き、この属州を、モエシア・インフェリオルと、モエシア・スペリオルに分割し、抱き合いの反抗を計画した。喪失した軍団の穴を埋め、さらに防備を固めるため、ダルマティアから第四軍団フラウィア・フェリクスが、さらに西方から第一、 第二軍団、アディウトリクスがも、エシアに呼び寄せられた。ダキア方面の戦線での指揮を統一するため、シルミウム氏は、モエシアスペリオルに編入された。この次に起きた事態について、歴史家たちの記録は二通りに分かれている。A マキシーは、ドミテアヌスは、軍の指揮を、フスクスに任せて、同年のうちに、ローマに帰り、フスクスは、モエシアから侵入者を一掃したとしている。 一方で、E.T. サーモンや M. ブンソンは、ドミティアヌス自ら軍を率いて、ダキア人に勝利した上で、ローマに凱旋したとしている。この86年、勝ちに乗じたコルネギウス・フスクスは、ドナウ川を渡った。ところが逆に奇襲を受けて軍団は壊滅、フスクスも戦死した。アイ・グラミザは、この戦いの後に、ディュルパネウスが、デケバルスの名を授けられたとし、その名は、 10人の野蛮人に匹敵するほど強いという意味であるとしている。フスクス戦死後の戦争の経緯はよくわかっていない。スエトニウスは何度かの戦いで成功へと向かったと述べている。しかし、ゲルマニアスペリオルのローマ軍司令官、ルキウス・アントニウス・サトゥルニヌスが反乱を起こし、さらにヤシュゲ族、マルコマンニ族、クアデ族が ダキア人との戦争へ兵を出すことを拒否する事態が起きた。ドミティアヌスはダキアから和兵を打診しに来た密詞を殺してダキア人を攻撃した後、ライン側のゲルマニア戦線に向かったが敗北してパンノニアに逃げ帰った。ここに至ってローマ帝国はダキア方面で攻勢に出られなくなった。そこでダキア王デケバルスはローマと和兵を結ぶため、 兄弟のディエギスに全権を与えて派遣した。最終的に結ばれた条約では、デケバルスは、ローマ人捕虜を返還するのと引き換えに、ローマ人技術者を借りて、防衛設備を整え、毎年800万セステルティウスをローマから得ることになり、さらにデケバルスは、ローマに従属する王として承認された。ドミティアヌスの知性の間、ダキアは、表向き平和的な従属国となった。 しかしデケバルスはローマから得た賠償金を防衛のための要塞建設に突き込んだ。おそらくドミティアヌスはダキアとの再戦を望み、シリアからモエシアスペリオルに2個騎兵大隊を、パンロニアから5個不評大隊を動かした。この計画は彼の暗殺により頓挫したが、後にトライアヌスがドミティアヌスのダキア政策を引き継ぎ、 さらにニコ大隊をモエシアスペリオルのアウクシリアに加えた上でダキア制服に投入した。ありがとうございます。